こちらは今の留萌の様子ですけれども、かなり白波が立っていますね。風が強いようです。そして道路も真っ白に染まり始めています。今の様子中継でお伝えしましょう。山崎記者です。お願いします。はい、強い風が吹き続く日本海側の留萌市に来ています。私は今日お昼からこちらで取材を続けているんですけれども、午後1時半頃から雪が降り始め、時折体が煽られるほどの強い風とともに海から湿った雪が体に吹きつけてきます。留萌市では今日午前11時21分に 15.2 メートルの最大瞬間風速を観測しました。日本海がこちらに広がっているんですけれども、雪と風で見通しが悪くなっていて、実際にこちら海を見てみますと、高く厚みのある波が岸壁に押し寄せてしぶきが立っているのが分かると思います。留萌市ではこの後も雪の降り方が強まり、明日の明け方にピークを迎える見通しです。車を運転される際には雪による視界不良や路面の凍結などに注意してください。以上、現場から中継でお伝えしました。